はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、まずはじめに、まあ、前回紹介したバンドで、ウィクシズっているんですけど、まあ、ツイッターの方が、更新されました。で、皆さんに、まあ、内容の方を紹介しようと思います。こちらをご覧ください。3月9日、公演当日指定予約チェキについてのお知らせ、チェキの、予約受付を開始いたしますってことなんですけど、売れるんすかね？こちらをご覧ください。まあ、3月9日に、赤羽の、レイニーアルファっていう、キャパが600から700弱だったと思うんですけど、まあ、ライブを行うみたいです。で、ご覧いただいて分かる通り12バンド出るんですよ。ここからさ、自分たちのファンを掴むのってかなり薄いというか、まあ、低いですよね。なんでライブやるんですかね。そんなライブやりたいんですかね。ライブやればお客さんが来ると、 CD 買ってくれるとか、ファンになってくれるとか、グッズ売れるとかきついなぁ。だってそう思いません？これチケット3900円で、仮にですよ、仮に、まあ、1000人お客さんが来ました。で、1000人3900円で買った場合は390万ですよ、たったどういうことかと言いますと、何バンド出てんの？これ一人当たり、もう赤でしょ。メンバーだけじゃないですよね。ローディーやらスタッフやらライブハウスにも金払わないといけないですよね。なんかグッズ制作費とかいろいろありますよね。赤なんですよね。僕、ここ最近、まあ、ここ数年で結成されたバンドを、まあ、1ヶ月ぐらい紹介してるんですけど、まあ、どのバンドも同じじゃないですか。まあ、無料ワンマンで、ね、もう詐欺行為みたいなさ。で、まあ、お客さん呼んでるつもりなのかもしれないですけど、まあ、以前、ダズリングバットでしたっけ？まあ、ダズリングバットっていう、まあ、同じようなバンドの、まあ、ライブに行かれた方いらっしゃったと思うんですけど、まあ、コメントで、無料ワンマンで、まあ、有料で入って、まあ、チケット購入された方って20名から30名ぐらいですよね。でそれ以外無料ってことですよねきついわって僕は思うんですけど、僕考え方間違ってるんですかね。そんな急がなくてもさ、SNS で数字取ろうよと、もっと力入れればよって。だって無料ですよ。こうやって YouTube 撮るのもお金かかんないですよ。まあ時間はかかりますけどはい、ということで、皆さんは、どう思ってるかわかんないんですけど、いや、わかんないですよ。人によっては、曲ね、もっといい曲作ればいいんだと。まあ、演奏技術、歌唱力高めりゃいいんだ、みたいな。そういう方いらっしゃると思うんですけど、その前に、無名ですもん、バンド自体が。ライブをやったところで、どこで告知してんの？ツイッターで告知してんの？あなたのツイート誰見てんの？話になってねえよ、って。だから僕はね、トレンドにぶつけろよってね、言ってるんですけど、まあ、届いてくれれば、いいと思います。ということで、次は、クソメガネですね。クソメガネね、問題が発生しました。どういうことかと言いますと、こちらをご覧ください。注意、クソメガネの、偽物がまた出現ということで。クソメガネの偽物が現れておりますということで、ね、これね、皆さん注意してくださいというか、このチャンネルをご覧いただいた方でフォローされてる方いるんですかね。いるかわかんないですけど、現れてるらしいですよ。で、それ以外は、こちらですね。お母さんコレクションですよね。これも去年のやつです。去年のやつを引っ張り上げて、無敵 T シャツこれよくねみたいな。なんなのこいつ、ほんとイライラするわ。はい、ということで、次は、お兄ちゃんいきますか。お兄ちゃんのツイッターを、紹介しようと思います。こちらです。今回は英語です。I'm playing showing August in Tokyo。 私は8月に、東京でこれらのショーをやります。で、Come see me、私に会いに来てっていうツイートなんですけど、こちらをご覧ください。クソジジ、何回朝食っぽい、夕食っぽいって言ってんの。僕思うんですけど、売れてないんですかね。まあ、こればかりは、まあ、何枚ね、売り出されてるかっていうね、チケットの枚数がわからないんでね、何とも言えないんですけど、クソジジイね、温かいコメント届いております。こちらをご覧ください。ヨシキさん、はい、会いに行きます。8月は誕生日の月なので、絶対行きたいってことなんですけど、8月がさ、お前の誕生日とかどうでもいいよって話ですよね。で、次は、フランスに来てください。私はあなたに会うことを夢見ています。愛してるっていうことなんですけど、ジジイがフランスに来いってこと？ジジイから来いみたいな。で、これ名前がダズリングバットですよ。ダズリングバットって以前紹介したんですけど、ファンの方です。
で、最後が、まだ高校生で、今はいけませんが、いつかは絶対行きますね、それまで頑張りますってことなんですけど、今高校生っていうことは、まあ、最低15歳ですね。仮に15歳だったら、お酒は20歳からですよね。5年、クソじじいさ、60超えるよ。だって、17ね、高3で17、18でも、2年か3年でしょ ?60 でしょ還暦でしょじじいやってんのかな、ディナーショー。楽しみですねっていうことなんですけど、もう一件、ツイートがあります。こちらです。明日21時、あ、これ今日です。これ昨日のツイッターなんで、今日になります。日テレの、しゃべくり7ですね。に、サプライズで出演ってことなんですけど、クソジジイのスタッフに言いたいのは、サプライズの意味分かってる。クソジジイが出演って書いてるじゃん。サプライズじゃねえから。はい、ということで、皆さん、兄弟揃って、このような状態です。これからも、温かく見守ってあげてくださいということで、ここからは、バンド紹介に移ろうと思います。で、今日紹介するバンドなんですけど、先ほど出しました。何かと言いますと、こちらです。この中にいるんですよね。で、サムネで、ひらがなとカタカナで、ガラクタガラクタって出てたじゃないですか。漢字なんですよ。で、メンバーの写真なんですけど、こちらです。このバンドです。バンド名ガラクタです。ガラクタっていうバンドを、今回は紹介していこうと思います。で、まず、ガラクタのメンバーの方を見ていこうと思います。結成されたのが、去年ですね、まあ、2022年、ウィキシズさんと、同じになります、東京のバンドです。で、5人編成で、ボーカル、ツインギター、ベース、ドラム。で、右側が、全身バンドになります。このギターとドラムの方しか全身バンドが、記載されてなかったです。で、次は作品です。まあ、結成されたのが去年なんで、作品も、少ないというか、まあ、これで、これだけです、配信シングルが2枚と、ミニアルバムが1枚です。曲の感想ですか、僕は、前回のウィキシズの方が聴けました。このバンドもうこのバンドの曲は洋楽でよくねみたいな流行ってんのかわかんないんですけど、僕は聞けないです。その下手とかそういうことじゃないんですけど、まあどちらが好みかって言われますと、まあ前回のバンドになります。まあ気になる方は、まあ YouTube などで、聞いてみてください。はい、ということで今日は、ガラクタっていうバンドを、紹介してみました。最後まで、ご視聴いただきどうもありがとうございますってことなんですけど、まあ、ずっと言い忘れてて申し訳ないんですけど、5000人突破しました。皆さんどうもありがとうございますってことなんですけど、恥ずかしいなっていうか、まあご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけど、僕収益停止になってたんですよ。約10ヶ月間停止になってたんで、まあ言い訳なのかわかんないんですけど、もっと早く、まあ5000は突破してたと思いますよ、多分。で、登録者数もうどうでもいいやっていうのは、単純なんですよ。YouTube って上げ続けると、まあ動画を投稿し続けると自然に増えていきます。もうその動画の内容が面白い面白くないとか、まあそういうの関係なく、もう続けると登録者数増えていくんですよ。なんで、まあ増えてって当然だなと。そんな感じです。で、あとは、コメントと、ツイッターなどに DM ね、くれる方いらっしゃると思うんですけど、僕ちゃんと読んでますよ。もう DM、ちょっと長文でね、書いてね、ご丁寧に書いてきてくれてる方もいらっしゃると思うんですけど、僕一人でやってるんですよ。まあ、返信したいんですけど、これも言い訳なんですかね。僕一人っていうことは、こういう動画で、まあ、適当に話してるって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、こういう資料だったり、まあ、いろいろ集めたりしないといけないわけじゃないですか。で、この話の持ってき方とか構成とか、まあ、ここ大体適当なんですけど、全部一人なんですよ。コメント返信だけじゃないんですよね。っていうことで、まあ、いつ返せるかわかんないんですけど、遅れて申し訳ございませんっていうことと、これからも、まあ、5万ぐらい目指しますか、登録者数。このチャンネルで5万いったらすげえなと思いますよ。っていうか、1万いっても、すごいですよね。って思います。いろいろコメント届いてますもん。もう伸びねえよとか、ね、まだ消されてねえのとか、そういうの届いてますけど、まあね、いろんな方がいていいんじゃないですかって僕は思います。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。